土産でも買って帰ろうぜ。おい幹事まで、観光じゃないんだぞ。ここんとこ張り詰めっぱなしだっただろ。今くらいエルチの好きなようにさせてやればいいじゃないか。しかし、いや、そうだったな。この後何が起こるかわからない。今のうちに町を偵察しておくのも悪くないだろう。決定。さあ早く行きましょう。戻ってきたぞ。みんな戻ったわよ。お帰りなさい。それでどうでした？バッチリよ。この町じゃもうお尋ね者じゃないってさ。なら買い出しにも行けるんだね。やること済ませたらね。外の警備が急に減ったのは交渉がうまくいったからですね。俺たちは何もしてないよ。多分ロジャーって人がうまくやってくれたんだ。サンジ、余計なこと言わないの。そんなことだろうと思った。とにかくみんな無事でよかったわ。そういえば賞金稼ぎはどうしたの？いや、いつの間にか機体も動かせるようになってる。あー、賞金稼ぎの片割れ。お姉さんは？エドは戻らなくていいのか？そうなの。エド君、お兄ちゃんと遊ぼうか。俺の名前知ってんのか。嬉しいね。あー、いいぜ。こっち来いよ。なんか変わった組み合わせだな。子供といえばタップだろ。おいおい、そういう認識はやめてくれよな。ま、あのエドって子に限って言えばタップよりライトの方が話が合いそうだな。あんなのに船を乗っ取られたなんて。ああ、準備完了だ。おい、エルチ艦長、
どうしたの？女の人が訪ねてきてるぜ。ロジャースミスの使いだってさ。ロジャーの？なんだ？あ、この人ロジャーの使いだそうよ。アール・ドロシー・ウェインライト、ロジャースミスの秘書ということになっているわ。あなたが艦長のエルチ・カーゴね。ええ、これからロジャーの家に伺おうと思っていたところよ。ロジャーは今出かけているわ。そう、ロジャーに会いたいんだけど、どうすればいいの？用事が済んだら直接ここへ乗りつけると言っていたわ。じゃあこのままアイアンギアで待っていればいいんだな。そうね。無口な子だな。微動だにしないわね。ちょっと不気味。かわいいじゃない。その黒い服似合ってるわよ。黒い服はロジャーのポリシーよ。最低の趣味だわ。あ、そういうこと。よせ二人とも。ではまた後で会いましょう。彼女、何か変だな。悪い感じはしないんだが。あまり細かいこと気にしないの。アムロだって周りから見たら変なんだから。そうだな、すまない。ロジャーが来てくれるって言うんだから、こっちは仕事に戻りましょう。いっぱいやることあるわよ。パン屋だろうが不動産業者だろうが、あるいは軍警察も同じだ。この町で親会社といえば、それは同じところに決まっている。この町ではパラダイムという企業が神であり国家。それでどうだったね、ロジャー・スミス。この男はパラダイム社総帥アレックス・ローズウォーター。会いたくはない相手だが、今回の依頼を成功させるためには仕方がない。おかげさまで最悪の事態は回避できました。いや、君たちの情報がなければ私も判断を誤るところだった。今後も君にいろいろと調停をお願いしたい。調停ですか？実はアイアンギアに届けてほしいものがある。これは？渡せばわかる。ああ、危険なものではないよ。爆発したり健康を害するような代物じゃない。私はネゴシエーターです。不明瞭な取引に関わるつもりはない。私の仕事は何事もなくアイアンギアをアジアに向かわせることです。しかしだ、パラダイムシティはグラドスとの同盟関係にある。
今回のことは政治的にも何かと波紋を呼ぶと思うのだがね、私もこの件に関しては最大の譲歩をしたつもりだ。それくらいは知っておいてほしいな。では私にどうしろ。別に君の責任を問いただすつもりはないよ。ただアイアンギアがこの町にいる限り、この仕事を断ることはできないでしょう。ペナルティーですか？そんなつもりもないよ。私は立場上アイアンギアに近づくことはできない。だから君に頼みたいんだ。もちろん十分な報酬も用意させてもらうよ。わかりました。お預かりします。必ず渡してくれよ。手段は厭わないから。私はアレックスの頼みを受けることにした。あれ以上の詮索は自分の身が危険になると感じたからだ。君が待っているとは思わなかったよ、ドロシー。サブウェイを使えばそれほどかからないわ。やれやれ。アイアンギアに行くのでしょう。そうだよ。ことづては済ませてくれたのかい？ええ、問題ないわ。それは結構。確かに優秀なネゴシエーターらしい。シャア大佐、これでよかったのかな？はい、この度の配慮には感謝しています。我がネオジオンはパラダイム社との友好を約束しましょう。よろしく頼みますよ。互いの利益のためですからね。では今日はこれにて。アムロ、私はアコギなことをやっている。近くにいるのならこの私を感じてみろ。ロジャースミスね。その通り。早速だが本題に入らせてもらうよ。ええ、どうぞ。いいかい、アイアンギアがこの町を通るためには条件がある。条件？何？まだお金がいるの？いや、そうじゃない。ただ多少悪役になってもらうだけ。悪役って？君たちが町を破壊すると脅迫してここを通ったことにしてもらうということさ。そんな、それじゃまるで。町のオーナーはグラドスとの外交関係を大事にしている。この町の平和はそうやって保たれているのだから仕方がない。それとも他に方法があるかい？この際一時の汚名は受けるしかありませんね。私たちはすでに無理を聞き入れてもらっているんです。無事にアジアにたどり着ければギアが受け入れてくれます。そうね。あくまで外交上の処置だ。気にするほどのことではない。町にも出られるし、対価さえ払えば物資の補給も受けられる。へえ、そいつはありがたいね。
では次に町を出るための手はずを打ち合わせしよう。といった手はずになっている。ご理解いただけたかな。ええ、何から何までありがとう。それが私の仕事だからね。ああ、それとこの町のオーナーから預かり物がある。そのスーツケースか。あ、これはサイコフレーム。サイコフレーム？ファンネルとかを動かすときに役立つパーツさ。ガンダムにもこれと同じものがついている。早速調べてみるわ。頼んだよ、チェン。はい、任せてください。ロジャー、このフレームについて何か聞いていないか。いや、私はパラダイム社の総帥からそれを渡すように言われただけだ。それが何なのか全くわからない。そうか。とにかく私の要件はそれで最後だ。失礼するよ。さあみんな、作業に戻ってちょうだい。準備が済み次第出航するわよ。了解。サイコフレーム、どうしてそんなものが。行かなきゃ。町に行くのかい？ああ。気をつけなよ。この町にも流れ者やゴロツキが大勢いるんだ。中にはさっきみたいな賞金稼ぎだっている。あんたたちみたいなよそ者が一人で歩くのはよした方がいいよ。それってやっぱりグラドスが来たからか。あんまり関係ないよ。ここは昔っからそういうとこさ。軍警察なんて物騒なのがあるくらいだからね。なんなら一緒に町に出ないかい。私が案内してやるよ。そうか、じゃあ頼むよ。やっぱりドームの中は綺麗だね。外とは別世界だよな。あっちに行ってみようよ。新しい店ができてる。おい、置いてかないでくれ。今の青年、あの感じはロンドベルのパイロットか。アムロ以外にもテラに来ている者がいるのか。久しぶりね、大佐。クエス、君か。驚いたな、こんなところで君に会えるとは。アイアンギアに乗っていたのか。ええ、そうよ。ねえ、大佐は空に戻りたいんでしょ。私が連れてってあげるよ。フェス、どうしてそれを。だって大佐はそのためにサイコフレームを送り込んだんでしょ。ああ、しかしまさか君が来るとは思わなかったな。アムロが来ると思った。ああ、俺はここで休んでるからゆっくり見てていいぞ。すまないね。じゃあ遠慮なくそうさせてもらうよ。ラグのやつパワフルだよな。うー、
もう足が棒だぜ。もうこんな時間か。やばいな。そろそろアイアンギアに戻らないと。ん？おい、クエス。わっ、何？カンジそこにいたの？なんだ？いつになく慌ててるな。お前何しに来たんだ？失礼ね。ただのショッピングよ。あんたこそなんて気配消してるのよ。こんなところに一人で。俺たちはな。うるさいな。すぐ帰るわよ。あ、おい待てよ。だだ。いてて、足がもつれちまった。何やってんだい感じ。なんさげな。クエスが一人で歩いてたんだよ。それで走って行っちまって。クエスが？そうだったのか。それならすぐに後を追った方が良さそうだね。何かあるといけない。そうだな。頑張る時さ。お、いいこと言うじゃないか。じゃあこっちも頼むぜ。うん、任せといて。アイアンギアはまだ修理してるのか。ここに来てからずっとだね。お、カンジか。ブルメ、クエスは戻らなかった？さっき戻ってきたぜ。今は機体の整備でもやってんじゃないか。そうか、ならいいんだ。大変そうだね。何か手伝おうか。これは俺たちの仕事だ。メインのパイロットは休んでろよ。へえ、あんたもそんなことが言えるようになったんだ。うるさい。感謝しないとな。目の前に賞金首の船があるってのに、私たちの賞金は一体どうなっちゃうのよ。ネゴシエーターに出し抜かれるなんて、私たちも何けよね。レジスタンス絡みじゃなきゃアイアンギアに乗るってのも悪くないんだけどね。そういや、あの二人どこ行ったのかしら。ま、関係ないけどね。何をやってるんだ？エド君だったかな。おい、エド、このブロックも頼むよ。なんかわからないけど、すごいな。あんた、いつまでそこにいるつもりなのよ。早く戻ってらっしゃい。置いてくわよ。
んなことわかってるわよ。あんたあいつらがどこ行ったか知ってんの？何それ、ネゴシエーターの家じゃない。今さらあいつら何しに来たの？殴り込みにでも行ったんなら面白いんだけどね。とにかくあんたも適当に切り上げて戻ってきなさいよ。私が出かけられないじゃない。わっ、ちょっとエド待ってくれよ。ちょっとあんた、エドに何やらせてんのよ。いや、ちょっと。ま、いいけどね。エドを使った分の代金はちゃんと支払ってもらうのね。そりゃもう、な、頼むよ幹事。わかったよ。あのフェイさん、代金は俺が何とかする。しばらくエド君を預からせてくれ。わかったわ。それから誰かネゴシエーターのとこに使いをやってくれない？うちの船のクルーを連れ帰ってほしいのよ。カンジ、ロジャーの家に行ってあいつの仲間を連れ戻すんだ。え、俺が行くの？今大事なところなんだ、頼む。よろしくね。じゃあ、フェイさん。しょうがないな、俺が行くしかないか。お前はアイアンギアのメンバーだな。はい、そうですけど。さっきから見ていたが、一人でほっつき歩くんじゃない。お前さんたちが何か事件に巻き込まれると厄介なんだ。問題が起こらんうちにとっとと船に帰る。そうしたいとこなんだけど、ロジャースミスの家が分かんなくて。ネゴシエーターのロジャーか。ああ、そうそう。仕方がない、案内してやるから俺についてこい。こりゃどうも。着いたぞ。この建物がそうだ。でっけえ。私は仕事があるからここで失礼させてもらう。帰りはロジャーに送ってもらうんだな。あ、はあ。いいか、くれぐれも面倒は起こさんでくれ。さて、まずは呼び鈴を押してと。はい、何でしょう。あ、君は。ご用件は。あ、スパイクとジェットって人が来てると思うんだけど。ええ、ロジャーが応対中よ。何か急用なの？ああ、その人たちを呼びに来たんだ。フェイさんの使いで来たって伝えてくれないか。分かったわ。変わりないようだな、ロジャー。君たちも相変わらず賞金稼ぎをやっているようだが。まあな。しかしグラドスが来てからは多少やりづらくなったよ。ところでロジャー、最近賞金首から仕事の依頼を受けなかったか？
アイアンギアーのことか。仮に仕事を受けていたにせよ、情報を提供することはできないな。そんなことは分かってるよ。だが俺たちが捕らえた賞金首があんたの名を出してきたんだ。ロジャー、俺はあんたの仕事を横取りする気はない。だがよ、あんたが仕事を受けるくらいだ。訳ありなんだろ。それを知ったら明日からカウボーイではいられなくなる。大方察しはついているよ。スパイク、ジェット、悪いことは言わない。この件には深く関わらない方がいい。君たちが受け取るはずだった報酬はここに用意してある。俺たちをここへ呼んだのはそういうことか。なるほど、アイアンギアを入港させるのに俺たちを利用したんだな。すまない、ここは何も聞かずに引いてくれないか。こりゃとんだ茶番に付き合わされたもんだ。だがロジャー、分かってるんだろうな。下手すると後戻りはできなくなるぞ。ああ、正直私も迷ったよ。事情があったにせよ、レジスタンスに関わったことに変わりはないのだからな。しかし私はネゴシエーターだ。何とかしてみせるさ。だが君たちは違う。そうか。ま、もらうもんはもらったんだ。引き上げようぜ、スパイク。ジェット、俺はロジャーと話がある。先に行ってくれ。ん？おい、お前まさか。ロジャー、あんたには借りがあるからな。今回の件で十分に借りは返してもらった。気にすることはないぞ。それだけじゃねえよ。俺にだって気に食わない連中はいるってことさ。よせ、スパイク、ろくなことにならねえぞ。嫌ならここで抜けるんだな。俺は一人でもやるぜ。これ以上ごたごたに巻き込まれるのはごめんだ。俺は降りさせてもらう。スパイクには私から話しておく。そいつは一度言い始めたら聞かねえぜ。じゃあな。ジェット、金はいつものところでいいか。ああ、それからそいつの分はさっぴいといてくれ。わかった。スパイク、君はこれからどうするつもりだ。乗りかかった船だ。あんたの仕事を手伝うよ。あんたの立場じゃ何かと動きづらいだろ。そうか。では君と契約することにするよ。君の手を借りるような状況にならないように願いたいが。で、君を雇うにはいくら必要なんだ。そうだな、当面も飯代でいいだろう。お安いご用だ。長いな、まだ話してるのか。お待たせ、今ジェットが来るわ。もう一人はしばらく残るそうよ。あ、そう。お前は確かアイアンギアの幹事赤月だ。あんたがジェットさんかい。ああ。レイさんが待ちくたびれてるぜ。そうか。なんでお前が迎えに来てるのかはわからんが。そりゃこっちのセリフだよ。あとスパイクって人も連れて帰んなきゃいけないんだけどな。あいつはもう俺たちの船には帰らねえよ。え？どうやら手間をかけさせたみたいだな。空港まで送ろう。それは助かるけどさ、
スパイクはあんたの仲間なんだろ。いいのかよ。乗ろうか乗らねえのか。ぼやぼやしてたら置いてくぞ。ああ乗れよ。ちょっと待ってくれ。じゃあな、幹事。航海の無事を祈ってるぜ。ありがとう。早かったわね。用事は済んだの？ああ、帰りは飛行機だったからね。エド、あなたそろそろ自分の船に戻りなさいな。これでようやく船を出せるわ。あなたももう外には出ないでね。もうすぐ出航なんだから。ああ、わかった。あら、外に出れないのか。いよいよアジア大陸に向けて出発よ。アジアに行けばお尋ね者じゃなくなるんだよな。そう願いたいね。まだ敵の勢力圏下だ。何が起こるかわからない。そうだな、警戒は怠らないようにしよう。アイアンギア発進。アイアンギアの連中、予定通り動き出してくれたぞ。ギラバ、守備はどうだ。手間かかってよ。気の利かねえ連中ばっかりだもんな。だけどよ、あんな仕掛けでいいのかな。かまわん、どうせ左右は雲海だ。あいつらに逃げ場はない。よし、やるぞ。待ち伏せか。まずいわね。この辺りは陸が狭くて迂回できないわ。けどやるしかないだろ。